ペルドーもペルドーいたしまして、ニャースオムな大チャンネルです。さあ、2023年プロ野球シーズンも、残り20試合前後ということになってまいりました。いや、非常に今シーズンも早かったですね。もう野球ファンあるあるね、もう野球が開幕してからもうなんか、野球しか見てないっていう人多分多いと思うんですけど、それでまあ10月、まああって11月までシーズンやってるわけじゃないですか、日本シリーズとかね。まあ、そっからあとね、今年1ヶ月しかないわけじゃないですか。だから野球ファンの人たちめちゃくちゃ1年早いと思うんですよね。1年経つのがもう今年もめちゃくちゃ早かったですね、この9月に来るまで。ということで、まあそんなことは置いておきましてですね、現在私1軍現地登録抹消中でございます。まあ今日があれでしょ、9月の16日でしょ。まあ登録抹消しても2週間ぐらい経つんですけど、まあ出していつ1軍に上がれるのかっていう、はい、ところでございますけれども、まずはね、僕の、ね、1軍現地登録抹消されてからの、活動の方、はい、2軍調整の方をね、ちょっと振り返っていきたいなというふうに思います。はい、どうやって僕は1軍のロッテの神様にアピールをしてきたのかというところですね、振り返っていきましょう。まずですね、まあ実戦一試合目、これ、戸田球場に行かせていただいた時でございますね。同じね、ロッテファンのひろみお兄さんという方とね、一緒に、応援してきました。そして皆さんね、二軍ロッテの方を注目していただきたいんですけども、ダントツ最下位です。もう、1位とはもう、30何ゲーム差とか40何ゲーム差とか開いてて、5位とも結構な差が離れている、もうダントツ最下位です。その中で、なんと、この試合、勝ってるんですよ。まあ、戸田のね、河川敷の方で全力応援かましたんですけれども、あ、やっぱ応援してよかったな、俺らの声が届いてたのかなっていう感じがして、はい。勝ったんですよ、この試合。しかもね、勝ち方も勝ち方で非常に良かった。なんかね、結構、ロッテの方もね、一軍同様にヒットは出るんだけれども、1点が遠いっていう状況が続いていました。まあ、ピッチャー陣の方はね、抑えてはいってたんですけれども。で、打線の方がね、もうヒット打ってもヒット打ってもなかなかこの1点を掴み取れないっていうね、そういう状況が続いておりまして、あ、やっぱいつも通りだなと。うん、1軍に行っても2軍に行っても俺はこういう試合ばっか見るんだなと思ってたんですが、これね、延長戦突入しまして、延長の10回の表に、平沢大河選手が勝ち越しホームランを放ち、その後、ウィケダ選手、ウィケダ選手が、タイムリーヒットを放って見事に逆転勝利を収めました。これが本当の2軍の帝王じゃねえか。一軍では結果出せないけれども、二軍でしっかり結果を残す。そしてまた一軍に上がってくる。これが二軍の帝王じゃないか。本物です、僕が二軍の帝王。で、こんな感じで、二軍の実戦、まず一試合目を勝利することができました。まあ、勝利できたっていうことがね、何より、ロッテの神様にいいアピールができたんじゃないかと僕自身思っておりましたよ。そして、これダントツ最下位の二軍で勝利できたのであれば、一回ちょっと一軍の実戦の方もね、はい、現地は行かないけれども、実戦はしっかりしていこうということで、実戦二試合目はね、サークルチェンジ行ったんですよ。まあ、9月の10日でしたかね。ただね、このサークルチェンジの前日にね、山本由伸投手にノーヒットノーランされてます。はい、流れとしては非常に最悪な中でサークルチェンジに行かせていただきました。ただね、この流れ悪い中で勝利するとかになると、もうロッテの神様ももう黙ってはいないだろうと。はい、いうことで、もう僕も早くね、最短10日なんで、10日で絶対上がりたいっていう風に決意して、言ってますんでね、ここでもしっかり勝利して、ロッテの神様に早く1軍上げていただこうと思っていたら、この試合、2安打完封負けでございました。いや、ちょっと調子乗りすぎたな、俺。調子に乗りすぎましたね、これは。さすがにまだ早かった。二軍でしっかりと何試合か結果を残してからサークルチェンジに行くべきだったね。それにしても、作戦で勝てないのが悔しいですね。次こそは勝ちたいと思います。はい、これ何回目でしょうかね、言うの。はい、ということでサークルチェンジで負けましたと。ただね、まだ、実戦1勝1敗ということで、まあ、勝ち越したりすれば、ロッテの神様も黙らせられるんじゃないかと、いうことで、先日9月13日、ジャイアンツ球場に行ってまいりました。ね、人生初のジャイアンツ球場だったんですけども、この日もね、2軍戦をしっかり、応援してきまして、見事に5対2で負けました。この日も2安打です。いやいや、でもよく考えて、2安打で2得点あ、こんなに効率のいい点の取り方をする試合を見れたんだ。よくね、
これもうちょっとヒットが出ればっていう話でしょ。結果的には1勝2敗だったけれども、僕の全力応援の姿だったりだとか、2安打2得点っていうすごい効率のいい点の取り方だったりとかは、神様も見てると思うんで、ああ、そういう試合を見に行けるようになったんだ。よくね。もう一軍上がっても。僕はそう思うんですけど、自分でもね。というところで、今朝、ロッテの神様から、ある連絡が届きました。写真の方、ご覧いただきましょう。どうぞ。2位を死守しなきゃいけない本当に大事な大事な時にね、神様がやっぱりお前の力必要だと、お前のあの全力応援必要だということで、あのロッテの神様が、一軍登録してくれました。はい、今朝一軍登録、一軍再登録されたということで、もう残り20試合も切ってきますんでね、最後の最後まで2位死守を目指して、全力で応援していきたいと思います。まあ、なんか神様によるとね、お前に求めているのは結果じゃないって。どんなに負けていても、どんな状況でも、全力で応援する姿だと。お前に求めてるのはそこだと、いうふうに神様が言っておりました。じゃあずっと一軍いさせてくれよって話なんだけど。まあしかしね、しっかり二軍戦もね、僕自身経験することができましたし、これからまたね、本当に残り20試合になってきてるんで、もう一度、一軍に集中して、2位死守して、クライマックスシリーズしっかり行って、ファーストステージ突破して、ファイナルステージ突破して、日本シリーズ、阪神とのあの決戦、もう一度やろうじゃないか。33対4とは言わないけれども、まあ、阪神もね、強くなってきてますんで、そして、唯一ね、交流戦負け越してるのがタイガースっていうね、そういうデータもありますけれども、なんとかね、この阪神の相性っていうところを、今年中に変えたいなと僕も思ってますんで、日本シリーズに行くのは、我が千葉ロッテマリーンズです。あと20試合、全身全霊で一軍の方を応援させていただきます。視聴者の皆様、どうかお許しください。応援させてくれ、頼む。俺もやっぱね、一軍がいい。このまま連敗したまんま今シーズン終わるなんて俺は考えらんない。それはもうね、負け逃げだよ、負け逃げ。負けたからもういいや、来シーズン頑張ろうじゃないんだよね。勝とうぜ、勝つまで行こうぜっていう話なんで、一軍の方行かせていただきます。そして最後に、現地観戦日程を発表いたします。9月17日日曜日、ベルーナドーム、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ。9月23日ベルーナドーム、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ。9月24日 ZOZO マリンスタジアム、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス。この3試合すでに参戦決まっております。はい、9月はね。そして10月は、10月7日、ホーム最終戦、ZOZO マリンスタジアム、千葉ロッテマリンズ対オリックスバファローズ。こちらの試合ももう参戦が決まっておりますんで、はい。まあ、最低あと4試合は、1軍の試合行くという計算になりますので、なんとかね、現在6連敗中と、そして6個あった貯金が、今借金1なんで、なんとかね、今シーズンの目標、5割以上を、まず目標としてこの1軍で応援の方していきたいと思います。もうね、去年もそうでしたけど、シーズン最終盤は本当現地観戦成績良かったのでね、まあそれが今年も続いていただければなと。はい、最後の悪あがきやってやろうじゃないかということで、明日の試合からもワンツファイヤー。